リニア中央新幹線の南アルプスのトンネル工事について、JR 東海の金子社長は、住民の理解を得た上で着手するという会社側の考え方を説明しました。改めて申し上げますが、当社の利益の皆さんのご理解を得た上で、トンネルの掘削工事に着手する考えです。JR 東海の金子社長は昨日の記者会見で、地元の理解がリニア工事の前提であり、その認識に立って国土交通省の有識者会議に臨んでいると説明しました。リニア中央新幹線の南アルプスのトンネル工事をめぐっては、今月20日国土交通省の幹部が、地元の理解がなければ着工できないと大井川流域の8市2町に伝えています。ちゃんと十分な解明がされるというのに必要な時間はかかって、それは必要なことだということだと思っております。金子社長は、住民の理解を得るために有識者会議で懸念の解消に努めているのが従来からの姿勢だと強調しました。